旧駅舎構内。浜坂方面構内。鳥取方面構内。鳥取方面、いぐみ駅仮駅舎、いぐみ駅新駅舎、いぐみ駅は、兵庫県三方郡新温泉町域宮沢大阪にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。兵庫県に所在する山陰本線の駅としては、起点から見て、最後の駅で、当駅を出ると、鳥取県に入る。 当駅と東浜駅の間に、福知山支社と米子支社の境界表が存在する。当駅の絶対信号機が2013年夏に廃止されるまでは、時折当駅を奇襲点とする試運転列車や回送列車などが設定されることがあった。当駅に発着する定期列車のほとんどは、米子支社鳥取鉄道部側の列車で占められているが、当駅の設備は、 福知山支社の管理に置かれている。鳥取方面に向かって、右側に短式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては短式、島式ホーム二面三線を有していたが三番線のポイントが撤去され、それから2008年3月14日までは二面二線で、運用されたに発着していた。さらに、2008年3月15日のダイヤ改正と、 同時に、かつての2.3番線ホームに通じる、古線橋が閉鎖され一面一線の防線駅の運用となり、浜坂方面、鳥取方面ともすべての列車が一番線に発着することになった。その後も二番線の場内、出発信号機は2009年頃までは稼働していたが、2010年3月時点で、使用が停止されている。その後、 2013年夏から秋にかけて防戦化の工事が実施された。古戦橋絶対信号機の撤去がこれに伴い実施されている。便所は老朽化のため使用が停止されている胸の張り紙がある。新駅舎には便所がない。2018年11月頃より新駅舎建設のため、旧駅舎の解体及び仮設待合所の設置が行われ。 2019年に新駅舎が完成した。新駅舎は、隣接の東浜駅のような待合所を備えた、簡易的な駅舎である。豊岡駅管理の無人駅であり、自動券売機も設置されていない。行見は、日本海に面した比較的大きな集落だが、駅は、集落から山側に約800メートルほど離れており、駅の周囲には、民家は、ほとんどない。そのため、 いわゆる非協益として紹介されることがある。1日平均の乗車人員は11人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。